カーリング、チズム。ホス狂いにありがちなこと。うるさい、触らないで。もう切る。アリオくん、担当切る。待って、ガチコ、落ち着いて、落ち着いてよ。わかったから、待ってよ。だから触らないでって。なんで他の女とバリアンの本店入ってるのよ。切る、絶対切る。おい、ガチコ、ガチコ。あー、行っちゃった。まあ、いっか、どうせ、次の日。ほら、見たことか、やっぱり来たなーんていうか、目がパンパン、ジャバズハットみたいになっとる。アリオくん、昨日はごめんなさい。私どうかしてた、許して。私を捨てないで。いや、俺の方こそ悪かったよ。泣かないで、ガチコ。俺が一番好きなのはガチコだからね。アリオくん、ありがとう、大好き。こりゃまだ当分大丈夫そうだな。パントを切るって言った翌日にお店に来がち。ジャバズハットで懐かしいな。お疲れした。ガチコちゃん、今日は大変だったね。もうマジ大変でしたよ。だってあの客、ダメだって何度も言ってるのに変なところ触ってくるんだもん。で、極めつきにはしっかりと注意したら今度は暴言吐いてくるし。いや、ほんと大変な思いさせて申し訳ないね。ちゃんと出禁にしたからね。ありがとうございます。これでもしまた次来るようなら手足を縛って全身の皮をゆっくりと剥いでやるわ。ガチコちゃん怖いよ。まったくこの仕事大変だわ。でもまあ、アリオのために稼いでるって考えたら全然楽かな。早く会いたいな。仕事がしんどくても担当のためにって考えると苦にならないがち。まあ、これに関してはアイドルとかも一緒だよね。ねえねえ、アリオ、今度うち来てよ。おお、いいね、行く行く。ごめんガチコ、ちょっとあっちの席行くわ。はあ、なんで？あいつもアリオ担当なの？そうなんだよ。また後で来るからさ、待ってて、ごめんな。うざ、担当かぶりとかマジないんだけど。無理、うざ、きしょ。この私様が来店してる時に来るんじゃないわよ。ていうか、アリオを示してんじゃないわよ。仕方ないわね。すみません、こっちタワー入れてください。なぬ、タワー。ガチコのやつ、対抗心が灼熱に燃え上がっているな。作戦通りだ。担当が被るのが嫌いで、被った場合は伝票の額で対抗しがち。心理戦だな。担当更新してるじゃん、インスタ。さて、どんなことをあげてるの。よき、よき、やっぱ私の担当超可愛い。ずっと目に入れておきたい。でもしかしバットだけど、フォロワーの数が増えてんのちょっと嫌。ていうかめっちゃ嫌。誰がフォローしてるんだろう。ちょっと見てみようっと。は、なにこれ、嘘でしょ。スタイル髪のキャバ嬢がいるんだけど。無理、終わった、勝てない、死んだ。マジやむんだけど。あんな野郎がフォロワーにいたら私なんて見向きもされないに決まってるじゃないのよ。まあ、ダメかも私。担当の SNS に美女キャバ嬢がいたらめっちゃ闇がち。じゃあ自分も自分を磨けばいいじゃないか。ガチコ、また怪物のピンク飲んでんの？怪物って、そうよ、この味が一番好きなの。あ、いや、味の話じゃなくてさ、また飲んでんのって言ってんの。さっきだって飲んでたわよ。いいのよ、だって私今金欠だもん。なんで？だって昨日担当にタワー入れたんだもん。仕方ないじゃない。だから怪物のピンクで腹満たしてるってわけ。マジお腹いっぱいになるからね。よかったら試してみる？いや、丁重にお断りさせていただきます。ガチコさん、カフェイン中毒というものをご存知ですか？金がないときはエナジードリンクで腹を満たしがち。ガチコさん、マジで死ぬぞ。綾手さん、今日の女やっとかけ返したんすけど、もう出禁にしてくださいよ。回収すんの大変なんで。そうだな、仕方ねえか、出禁にしとくわ。翌日、ありよ、切ったよ。さあ、今日もタワー入れる。嬉しいでしょ。あ、嘘だろ。なんで、綾手さん、出禁にしたんじゃないですか。確かにしたはずだけど。あ、いやいや、ということはてめえは何ケシャーシャーと今日来てんだよ。出禁の意味分かってねえのか。昨日掛け返ししたけど、今日も掛け返しさせた。あやてさん、すみません、今日は手が出るかもしれません。あ、待って待って待ってくれ。気持ちはわかるが、俺が対応するからな。寝勤になったのに翌日しれっとした顔で普通に来店して気がち。掛け返しというのはつまり月みたいなもんだ。はあ、今日もお仕事頑張ったし、癒してもらうために担当のところに行こうっと。ちょっと待って、考えても仕方ないことなんだけど、いつかは担当と縁を切る時が来るんだよね。まあ本カノになったら話は別だけど、なかなかそんなのは難しいし。どうしよう、もしそうなったら超寂しくて私死んじゃう。というわけでサブ担当でも作っておこうかな。よし、というわけで今日はサブ担当のお店に行こうっと。いや、もうおるんかや。本担当の他に安定剤の一つとしてサブの担当を作りがち。おらん雰囲気やったやないか今。ねえ、はっきりと聞かせてもらうけど、うちのことを本カノにしてくれるんだよね。はっきりとって喋り方かい。あ、いや、まあそうだけど、それはまあおいおいなんじゃないかな。は、だって前言ってたじゃないのよ、彼女
にする話もありよりのありだって。何、嘘だったの？ああ、いや、まあだから今は待ってほしいんだよ。ほら、俺だって今ホストとして成長途中だし、すぐにっていうのは難しい。おい、くれ、おめえ言ってることとやってることがおかしいんだよ。女舐めるのも大概にし。ガチコ落ち着いて、俺はお前が一番だって何度も言ってるだろ。お前の声、顔、あの時の表情、全部を愛してるんだ。だから信じて待ってくれよな。いいだろ。いや、もう仕方ないな。もう分かったわよ、チキ。というわけでまだ大丈夫だ。担当の曖昧な態度にブチギレるも、担当に甘い言葉を言われてデレデレしがち。感情裏返りすぎてて草。待って、これ何？え、マジ？待って、これどういうことや？何があったの？私の肌の治安すだまがいなんですけど、あれあれのあれまくりじゃん。もうこれどうすんのよ。こんな顔じゃ本当に近づけないわよ。マジピエン。でも待って、思い出した。はいはいはいと、おー消えた。こういう時のためにめっちゃニキビが隠れるファンデ買ってあったんだった。よーし、これで本当に余裕で会えるじゃん。さて行こうと。はい、よいしょ。辛い時や悲しい時はピエン、テンションが上がる時はよいしょーと言いがち。もはや呪いにかかっとるな。うち今月115万使ってたわ。あれ、前月よりもちょっと増えてね。ああ、なぜかっていうと、担当かぶってうざかったからめっちゃシャンパン入れた。ああ、わかる。私もこの間同じ状況でうざかったからタワー入れたもん。やっぱりやっちゃうよね。で、ガチコは230万。230万、さすがにやりすぎでしょ。だって担当のイベント好きだったんだもん、仕方ないじゃん。いや、気持ちはわかるけどさ、口座の中大丈夫なの？大丈夫なわけないじゃないの。でしょうね。担当のイベント好きは担当に使った金額がえぐくなりがち。115万も十分えぐいわ。あれ、ガチコなんか今日顔疲れてない？大丈夫？え、わかる？やだ、最近マジ仕事頑張ってんの、だからかな。そうなんだ、偉いね。仕事頑張る子、俺大好きだよ。え、もうだって全部アリオのためだもん。アリオの夢を叶えたいし、本カノにもしてくれるって言ってたし、だから夜食だけじゃなくて昼食も始めたの。え、マジ？昼もやってんの？マジで偉すぎるよ。そうだよ、だから本カノに知ってんね。え、ああ、まあそれはおいおいね。うん、本担当の夢を叶えたい、本カノになりたいがゆえに夜食以外に昼食も始めがち。このエネルギーを他に生かすことができれば成功しそうだけどな。おい、ガチコ大丈夫？おいおい言ってるけど。ちょっとごめん、トイレ行く。一旦出してくるね。ああ、行ってらっしゃい。せーへんが。オッケー、肝臓完全復活しました。シャンパン2本入れて。え、マジ？大丈夫なの？うん、いいよいいよ。ああ、ありがとう。いや、トイレで戻しただけでこっち戻ってこれるんかい。いや、まあ俺は嬉しいけど、この子絶対そのうちどっか言わすわ。酒で気持ち悪くなったらトイレで戻してリセットしがち。いや、そんな簡単にはいかんやろ。ねえ、マジでやばいわ。もう終わってる。ありえないわ。何よ、どうしたの？担当切れ。え、アリオくん？あんなに好きだって言ってたのに、何かあったの？何かじゃないわよ。もう、あいつったら、あいつったら、あいつったら。落ち着いて、何があったのよ。私が見てんのに、また他のかぶりとバリアン行きやがった。ああ、なるほど。マジやみまくり。しかも昨日から LINE 全然返ってこないし。ああ、やられてるわね、ガチコ。もういい、つらい、絶対担当切るって言いながらさ、うちら今まで担当のこと切れたことないじゃないのよ。うるさい、もう切るったら切るの。あいつマジ無理。はいはい、まあどうせこれ切れずに終わるわ。うん、同じホス教の友達と担当の愚痴を言い合いがち。かけてもいいわ、絶対切れないな。というわけで皆様、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。共感できましたか？楽しんでいただけましたか？もしよろしければ皆様の体験談などコメントで教えてください。もちろんグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。